緊急で動画回してます。ですね、南アジアの選挙1月なんですが、その前に来月12月8日告示の大阪府泉大津市の市長選挙に私、立花隆、立候補することを決めました。とても急なんですが、まだもう今から日にちにして、11日しかないんですが、なぜ、急に、まあ、泉大津市、私が生まれた父親と母親は兵庫県の洲本市出身なんですが、二人がですね、大阪に移住して生まれてきたのが私、立花隆であって、大阪府泉大津市に生まれ、二十歳までですね、泉大津市で住んでいました。幼稚園、小学校、中学校、おうですね。で、まあ、高校はお隣の泉市なんですが、ずっと泉大津市で生まれ育ちました。で、なぜ急に泉大津市、大阪府の方で立候補するのかについてはですね、実は、マスコミがすごく、まあ、変な動きというか、まあ、当然ちゃ当然なんですが、立場を完全に無視するというような、動きがあるということで、淡路市、よりも先にですね、ちょっとこの泉大津市の市長選でマスコミ、特に新聞ですね、この辺の動きをですね、知るために泉大津市長選に立候補することに先ほど決めました。で、私の敵は決してその兵庫県の県議会議員というよりもですね、まさに、マスコミが敵なんですよね。まあ、テレビは国民を洗脳する装置、テレビは核兵器に勝る武器、テレビは真実を隠すということを言ったら、報道ステーション追い出されたんですけども、もともとテレビ、いや、大手新聞、まあ、いわゆるオールドメディアはですね、25年前のジャニー喜多川の性加害も報道しなかったし、19年前の私の NHK の不正経理の内部告発、これも報道しなかったんですね。で、また立花を報道しないという、そういう方向で動き出してる、ようなので、ぜひ国民の皆さんに、立花の動きと、まあ、これをね、これ今はもう YouTube でこうやって出せますから、この新聞社、テレビ局や新聞社の動きを見ていただきたい。もちろんですね、泉大津市は私の地元でも、生まれ故郷で20年間そこで育ちましたから、助松団地なんですけども、まあ、新聞配達などもしていてですね、地のり、そして同級生なども大勢いますので、で、投票率が前回 40% ぐらいですから、南淡路市よりも圧倒的に当選しやすいです。ですから、今からですけども、急いで当選を目指す選挙、組み立てていきます。泉大津市の市長になれば、これはちゃんと4年間任期を務めます。兵庫県と大阪府と同じ、まあ電波、神戸新聞がないとかその程度でですね、同じテレビ局の電波を受けていますので、報道内容もほぼ大阪とですね、兵庫県変わらないので、とりあえず泉大津市の市長選に出ます。で、当選をすればちゃんとやります。で、ちょっとね、もう一つ実は理由があって、この今現職の南出さんっていう市長が、ワクチン反対とかっていう、ちょっとね、そこは科学的なものをですね、無視しているような市長でもあるので、ずっと気にはなってたんですね。ね、一騎打ち。になるような雰囲気なので、まあそういう意味では、ワクチンを推奨する、立花と、ワクチン反対の南出、現市長という構図も生まれると思います。これをですね、どのように、メディアが取り上げるのかをチェックしていきたいと思います。以上です。ちょっとスタッフの皆さん、急ぎで泉大津市のですね、市長選挙、直ちにやりますので、よろしくお願いいたします。で、泉大津市の市長選落選したら、予定通りというか、宣言通り、南淡路市の市長選挙も立候補します。以上です。NHK をぶっ壊す。さあ、今ね、朝日新聞の淡路島担当、うん、南淡路市も含めた担当の朝日新聞の記者の方からお電話いただきまして、いわゆる幹事社、まあ、簡単に言うと代表ということで、まあ、メディアの代表を1ヶ月ごとに変えるんですよ。でまあ、今月は朝日新聞ということなんですが、まあ、代表の下にどういったところがあるかというと記者クラブというものなんですけども、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞で、まあ、日経新聞、その他にテレビは NHK で、まあ、TBS 系、フジテレビ系、日本テレビ系で、テレビ東京系、あともう一個どこだったかな、まあ、TBS 系かな、テレビ朝日系か、まあ、そういうのがあります、うん、いわゆるオールドメディアっていうところは
まあ、記者クラブに入ってるんですけど、まあ、朝日新聞から電話かかってきまして、斉藤君、どう？いやもう、皆さん、本当すいません。あの、朝日新聞さんとの、こう、携帯電話でのやり取りを、本当動画を撮っとけばよかった。むちゃくちゃ面白いやり取りで、もう、聞いててニタニタしました。もう、本当に、なんで、お前らに迎合せなあかんねやっていうね。いや、素晴らしい。ちょっとそれを解説、ちょっと当時もうちょっと聞かせてください。まあ、南淡路市、今回ですね、今、新聞社、あの朝日新聞の、あの別にこれ、天野さんって記者だ、天野さんが悪いわけじゃないので、非常に、口調も穏やかで、うん、天野さんはすごくいい人だっていうのは分かります。これは個人として何か悪いっていうことじゃないんですが、天野さんの話によると、まあ、来月11月の26日投開票、19日がまあ投票日なんですけど、告示なんですけど、南アジシの市長選に私を含めて3人の候補者が立候補予定ということなんですね。で、これに合わせて、まあ、横顔取材というのをした。で、こう横顔取材というのは何ですかっていうと、まず各候補者の趣味とか、まあ、家族構成とか、まあ、いわゆるその政治以外の主張なんかをまあ取材して各新聞社載せてるんですけど、こんなもん別にやらなくていいというか、新聞社がお金儲けるためにやってるんですよ。基本的に紙面にしか出てこないんで、ネットでも出てこないんですけど、で、早速ですね、まあ、横顔取材を11月の末、11月30日と12月1日に僕が淡路島に行くという情報を聞きつけてですね、各社、記者クラブの人を集めて、横顔取材をしたいと。うん、もう時間はこちらで、お好きな時間を取りますとは出てくるんだけど、もちろんお断りしました。これね、この記者クラブっていうのが、うんうん、これがもう諸悪の根源なんですよね、うんうん、でこの記者クラブというのはですね、ただで無料で市や県の場所代、うんうん、電話代は多分自腹ですけど、机とか椅子出してもらえる、ただで税金で運営費もらってるクラブに入ってるのが、そういういわゆるオールドメディア、でもちろん NHK も入ってるんですけどね。で、何を断ったかっていうと、記者クラブ主催の横顔取材を僕はお断りしましたということなんです。で、それぞれの新聞社が、うん、直接私に連絡を来て取材をしたいということについては、それはそれぞれお受けしますよと。で、具体的な社名を言うと、まあ、朝日新聞お断り、読売新聞お断り、神戸新聞お断りと、まあ、この3つの社、まあ、ただテレビに関しては断らずに行こうと思ってます。ちょっと謝罪があるかもしれないので、まあ、関西テレビは私を前回の知事選呼ばなかったし、朝日放送はまあライブから録画撮りとなったんですが、まあ、その普通選挙に当選したいと思ってる人っていうのは、全ての新聞とかテレビに取り上げてもらいたいんですよ。それはなぜかというと、政治家は政治家、そしてオールドメディア、まあオールドメディアだけじゃないんですけど、メディアを通じて有権者に政策や、まあ、人の隣を聞いてもらって選挙に勝とうとするのが、これまでの、まあ、主流のやり方、主なやり方だった。ところがですね、この斉藤さんの問題、うん、まあ、斉藤、もうちょっとこっち来ないと入らないです。あ、はい、例の斉藤知事の問題で、このオールドメディア自体が敵だと、ね、この人たちは嘘はつかないけども、うん、重要な真実を隠してしまうと、うん、まあ、今回はやはり県民局長のパソコンの中に不倫日記っていうものがあって、それを片山副知事は不倫日記がありますよって言ってるのに、いまだその不倫日記は出さない、うん、で、県民局長のプライバシーを守るためだと、こういうことを言ってるんですけども、不倫ぐらいいいんじゃないのと、我々はどこの誰とどういう不倫をしてたのかっていうことを聞いてるんじゃないんですよ。そうですね、そうですね、やっぱり不倫日記があって、うん、多数の女性と交際をしている、うん、これはやっぱり不倫っていうのはまさに不倫ですから、倫理の反対というか、倫理を犯す行為ですからね、報道倫理とかってことを言うんであれば、やっぱり不倫も、これまで玉木さんの不倫なんかも報道している通りですね、別に県民局長が不倫してたなんてことを隠す必要性はないっていうのが私の考えであるんですよね。中身を言えっていうのは、ないそうのも言いますが、その相手の女性の個人名とか属性とか、プレー内容とか、そんなのは別にいいんですよ。だからそれをこれまで、その
県議会と一緒に隠し続けてきたのがこの記者クラブと。特にですね、朝日新聞、読売新聞に関しては恫喝までしていましたからね。10月25日片山さんが出てこられて、片山元知事がね、百条委員会出てきた後にその個人特定されて心の病になって自ら命を絶ったらどうするんだみたいな、もうとてもとてもですね、まっとうな人とは思えない恫喝の仕方。別に取材対象から聞くだけ聞いて、必要なところだけ書きゃいいのに、別に生放送してるわけでも何でもないのに、とにかく取材対象にですね、不倫日記のことを喋らせないようにする圧力をかけていると。それを多くの人がいわゆるこの政治家から直接有権者に届く、これはネットなんですよ。この違いなんですよね。もちろん政治家から直接有権者に届くもそうだけども、有権者が有権者にこうばらまくというのもネットメディアの特徴なんですよね。だから政治家や有権者が他の有権者に対して情報を拡散する力があるというのがネットで、こんなの玉石混交、真実もあれば嘘もデマもいっぱいありますよ。むしろこれぐらいの事実があったらこれぐらいしか真実ないですよ、ネットって。でも探すんですよ、ここを自分が納得できる情報を。それがネットの面白さでもあり、ネットを見る人たちのリテラシー、いわゆる選択能力なんですよ。でネットがこれだとするとテレビってこれしかないんですよ、情報が。でここには確かに嘘はないんですよ。嘘はほとんどないし、少なくとも意図的にテレビは嘘をつかない、しかしながら重要な真実を隠すっていう。例えば NHK の受信料のね、支払い率だってずっと 80% って NHK 側の一方の言うことしか聞いてないけども、 80% も払ってるわけがない。でもメディアっていうのは NHK の一方的な、まあ一つの事実ですよね。でそれを垂れ流し続けてると。いやー、これでも面白くなってきたね、今回の選挙。もうとにかく言えるのは、朝日新聞、読売新聞、神戸新聞とか読んでたらバカになるよと。間違った情報とか正しい情報入ってこないよと。よくまあね、まあこれ今回のね、淡路島の人が悪いわけじゃないけど、こういう記事書いてるのよ。11月1日内部告発、県政巡り絶戦ね、書いてるのは清水さんと稲村さんと斉藤さんと、あと大沢さんで、下に小さく立花隆史出てますけど、もうこんなんだったら取材せんでいいじゃん。別にテレビだったらまだ時間の問題があるけど、紙面であと3人追加してもいいじゃん。もう神戸新聞においてはここに副論された5人で、僕と木島さんを阻害するというね。こんなものやらなくても選挙候補これから出ますから。こっちはちゃんと、これは国がやってくれるんですよ、まあ今回で言えば市がやってくれますけどね。こういう選挙候補で十分であって、朝日新聞や読売新聞、そして神戸新聞などはむしろこんなものに取り上げられる方がむしろ迷惑です。迷惑です。あなたたちは一緒に斉藤知事をいじめたんですからね。メディアによって、まあ、斉藤知事が悪者に仕立て上げられていると。そういうことでですね、まあ、県民局長の視察した理由もですね、真実をうまく組み合わせて、出すものと出さないものを組み合わせて、まるで斉藤知事のパワハラで自ら命を絶ったように見せかけていった、だから一部のメディアは謝っているよね。そうですね、一部ね、そのメディアとか番組によって変わってきましたね。番組によって謝っていたりとか、で泉房穂さんみたいに明確にね、謝罪されてる人もいれば、黒岩さんみたいに、僕の NHK の先輩がこう書いて、知らんけど、もういまだにそれを認めない人もいるし、ね、まあ、今回でも左系の人が認めてないね。そうですね、もうだから稲村さんをしてた人ってもう左系の人たち で、その人たちが負けたり、まあ、負けた腹いせに言ってる感じ、立憲もそうですね、立憲民主党さん、そうだよね。そうですね、なんかもう負けるとネットはけしからんって言って、勝ったら多分ネット褒めるかもしれないけど、まあいずれにしてもこの構図皆さん覚えておいてない ね、 そうですね。政治家はこれまでオールドメディア、テレビや新聞を使って有権者にアクセスするしかなかった。しかしながら政治家が、私が皆さんに情報を発信しているように、政治家自ら皆さん有権者に情報を発信し、有権者も自ら他の有権者に情報を発信できる、そんな時代になっているということですので、もうオールドメディアの中核にある NHK はいらない。
だからこそ、ね、私は19年前から政党を作ったのが、今からちょうど10年前から、11年前か、NHK から国民を守る党というのを作って、うん、NHK は見た人が見たらいいんですよ。新聞だってそうです、別に。朝日新聞読むなとか言いません。これを買って、見たい人だけが見たらいいんですよ、見たい人が。この朝日新聞、読売新聞、神戸新聞以外の記者の方は、私の方に取材の連絡をお越しいただければ、うん、横顔取材であったりとか、現場でのね、直接の取材を応じます、うん。それ以外の社は勝手に記者会見に来て、質問をしても答えませんもん。勝手に記者会見で書くなり、うん、僕の街頭演説なり、個人演説会、会場にお越しいただいたりするのは自由です。まあ簡単に言えば、僕から見たら、朝日も読売も神戸も、地代と一緒。うんうんうん、選挙落ちは地代君と一緒です。ですね、勝手にね、公、ね、の場で取材するのはいいけども、うん、まああなたたちの質問には答えませんと。うん、それはあなたたちは都合のいいように隠し、うん、あなたたちのビジネスになぜこんなものに乗らない人間か、うん、別に朝日新聞僕取り上げなくていいじゃん、うん、ね、もうね、知事選で取り上げてない主要な候補じゃないんだから、こちらは朝日新聞に取り上げられない、これでまた一つね、演説のネタができましたので、それが逆にプラスになる時代になったということであります。ということで終わります。 NHK をぶっ壊。はい、こちらになります。はい、はい、はいはい、調査用でしょ、いわゆる。いや、もちろんそんな書かない、決まってるじゃないですか。いや、もう、だから、もうこの取材が、これが取材になっとるんですよ。うん、だから、もう勝手にやってって言ってるのがわからないんですかね。電話して僕に聞くことは取材でしょ、これ。いや、取材というか、はい。いや、取材というか、質問というか、僕、なんで読売新聞さんの売り上げに協力しなきゃいけないんですか。読売新聞さんって僕の悪口社説で書いてるんでしょ。その時取材してませんよ。もう切りますね、じゃあもうね。はい、失礼します。いや、多分あれ周りの音聞こえたんだ。そう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 、撮ってるの分かったんだ。そうそうでしょうね。あのスピーカーフォンやから、あ、これ録音してるなと思ったから聞いてない、喋らなくなる。